5日の浜松祭りで行われる騎馬武者行列に先立ち、この日の午前中には、どうする家康浜松大河ドラマ館が敷地内にある浜松出世パークで、嵐の松本淳39ら出演者が参加者にオリジナル弁当を提供するイベントが行われました。弁当を制作した地元企業、畜生の木又明彦社長は、 スポニチ本誌の取材に応じ、松本が弁当に込めた思いを明かしました。木又社長によると、弁当には松本淳さんの要望を可能な限り取り入れたとのことです。松本さんからは、殿と家臣と民を表現したいというリクエストがあった、そうです。それを実現したのが、うなぎ、しらす、 三日比牛を使用した三種類のご飯ものでした。どれも単体でも弁当のメインメニューになるような食材で、シャミ一体のとても豪華なお弁当になっているとアピールしています。弁当に使用された食材のほとんど全てが浜松産で浜松野菜なども使用されています。これには松本さんの願いが込められています。未来を担う子供たちに 故郷の魅力を再確認し、愛着を深めてもらえたらという願いを込みめて地元の食材を使用した美味しい弁当を作ったというわけです。弁当には浜松市を通じて伝えられた松本さんの要望が反映されており、多くの参加者がその味わいを楽しんだようです。イベントには約250人の小学生や 高校生が参加し、パレードで松本さんと一緒に浜松市の市街地を練り歩きました。松本さんは子供の日ということで皆さんと協力できないかと思い、浜松市の名産をたっぷりと詰め込んだお弁当たりを用意しました。地元の食材を食べて地元を盛り上げることができたらと思いますと呼びかけ、 子供たち一人一人に手作りのお弁当を追って渡しました。